月刊コミックビューに2011年6月号から12月号に掲載されていたものの、単行本刊テルマエロマエ山崎麻里さんの著者ですね、著ですね。まあ、ローマ時代と日本とを行ったり来たりする話なんですけれども、これのドラマ化をネットフリックスに、阿部寛さん主演のあの映画、当時も制作されてたんですけども、それがネットフリックスで見ることができたので、2作とも拝見いたしました。結構面白かったですね。ちょっとちらちら本をよく私は画面に出すんですけど、ちょっと漫画の場合はね、いろいろと著作権の問題があるので、はい、ここまで。2011年頃だったっけな、当時オマーンへ行った時に、その大使館の人からそういう漫画が流行ってるよっていうお話をしていただいたことがありますが、山崎麻里さんの、2011年に発行になってるから、じゃあ私オマーンに行ったの